はじめましての方も、ご常連の皆様、IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。出演者という、いわば関係者の告発によって明るみになった CLP 疑惑。発端は公共のメディアと掲げたネット媒体、チューズライフプロジェクトこれが CLP。そこでの、いわゆるステーマ、ステルスマーケティング疑惑でしたが、 その後、次から次へとポコポコと疑惑が浮上しております。その疑惑とは、もはや政党交付金を受ける天下の高等としてふさわしくないんじゃないか。そんな声すら聞こえてくる中、立憲民主党の現在の代表であらせられる泉健太代表は、この件の終了を宣言しました。令和4年1月14日の産経新聞より紹介します。 立憲民主党がインターネット報道番組を制作配信する Choose Life ェクトを略して CLP に広告代理店などを通じ約1500万円、1500万円の支援を行っていた問題で立民の泉健太代表は14日の記者会見で我が党としての説明を終了していると述べた。つまりこの会見の2日前に行った立憲民主党幹事長の西村千奈美さんの説明をもってはい。 打ち止めということのようです。なお、この CLP のステマ疑惑について、泉健太代表は、旧オールドの立憲民主党のことだと説明しておりました。一昨年の令和2年、まあ、西暦で言うと2020年の10月に、希望の党に排除の論理でピッピッピッと入れてもらえなかった、もらえなかった派の人たちが、枝野幸男代表を担ぎ上げてできたのが、旧オールド立憲民主党で、 希望の党に排除の論理で排除されずに入ってきた。それがその後国民民主党となるのですが、その国民民主党からまたバイバイとばかりに分かれて合流したのが、そしてできたのが、新立憲、まあ、ニュータイプ立憲民主党だということです。うんうんうん。白がこう言ってます。共に民主党。自民党で言えば、派閥の理合集参に過ぎない話にしか見えないんですが、 彼ら立憲民主党の人たちのロジックというのは実にご都合主義なので、ブーメランがさえ渡っております。通常国会前夜、令和4年1月16日、皆様の ANHK はこんなツイートをしておりました。コロナ禍の首相交代劇、立憲民主党、泉健太代表の証言。首はすげ替えられたけれども、頭は変わったけれども、体質は変わっていない。権力の闇は今も続いている。 これなど、呆れ果てるまで見事なブーメランだという疑惑が続まず、新旧という話をしておりますが、白報堂と政策会社を通じて、CLP 側に支払うための請求書。この最後の請求書が立憲民主党、まあ、オールドの方に届いたのが、令和2年西暦でいう2020年9月1日のことだとのことです。 この支払いが10月9日に行われ、こちらはニュータイプの立憲民主党だそうです。請求があったから自動的にニュータイプの方で払いましたというその説明。これが果たして言い訳になるのでしょうか一般的な企業で考えてみます。例えば電気、ガス、水道などの光熱費、あるいはもしもしだとかピッポッパーのインターネットだとかの通信費ならば、この言い訳も成り立ちます。 また、スタッフさんへの人件費も同じくです。ただし、企業合併がすでに確認されている時点の9月1日に、広告代理店あるいは制作会社への支払いのための請求書が届いていたとして、これ、ノーチェックだったというんでしょうか。ならば、ざる会計というより、コンプライアンスが疑われてしまう事例になります。仮に企業合併があったとして、その合併前の企業が、 いわば反社的なみたいなっぽいものに資金提供していたとします。それが合併した直後に発覚し、しかもその請求が合併直前で支払いが合併後だったとしたとき、光熱費や通信費、えー、もう一個のけどこ、人件費のような言い訳が果たして町場の常識で通用するでしょうか。しかも当事者である 当時の福山哲郎幹事長と当時の代表であらせられた枝野幸を前代表はお咎めなしなんです。すると、泉健太代表の新旧ブーリ、オールドタイプとニュータイプは別ですよというロジック、これは口から出まかせのレベルの話になってしまいます。それどころか、マジモンの鍵カッコのつかない罪を指摘するのが、 どちらかといえば立憲民主党の皆様にお優しいのかななんて思われても仕方がない。そんな側から出てきました。ファクトチェックでおなじみのインファクト編集長の立岩洋一郎さんの次の見出しの記事です。チューズライフプロジェクトへの資金提供で立憲民主に政治資金規制法違反の疑いも、実はこれもさえわたるブーメランなんです。 番組のように口出していない、なんてね、言うから捨て間じゃないという、そのロジックそのものが政治資金規制法違反になるのではないかという疑惑が深まるんです。こんな感じで。ドボ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 ド。その疑惑の理由はこうです。まず、白報道その他に対しての支払いの名目というのは、企画広報費となっていたようです。しかし、実際には、Choose Life Project CLP には何の見返りも求めていない。なんてね。 当時の責任者、福山哲郎前幹事長はお答えになられ、現在の執行部をこれを認めております。よって、捨て間ではないというロジックです。ならば、これは寄付として政治資金収支報告書に掲載しなければならないんではないか、というのが立岩良一郎さんの指摘です。政治資金収支報告書というのは、もらったお金をどのように使ったかを国民の皆様にお示しするためのものです。 だから、虚偽記載は法律違反に当たります。実際の政治資金規制法はザル、ざる、ざる法です。ただ、政府や自民党に対して、立憲民主党が求めている説明責任が、というのであれば、その説明責任は未だ果たされていないと、白が、白が言ってました。本件は、背任の疑惑もあると、私は見ております。 CLP の件が明らかになってから、ネットでは様々な記事が、そしてネット番組が作られてきました。そこで紹介されるキーマンが、立憲民主党においては知る人ぞ知るという、事務方の実力者、秋元正人さんです。この重要人物が定年退職してから立ち上げたのが、戦争をするなぁ、ドンかラ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 と謎のメッセージを発していた、元シールズのメンバーが立ち上げに参画している。 ブルージャパンということなんですが、週刊新潮は最新号にて、放送介入どころじゃない革命屋を養う立民のお金との分析記事を書いておりました。この記事で紹介される秋元さんの肩書きは事務方トップでした。 これを裏打ちするかのように、立憲民主党泉健太代表が、はい、この件で打ち止めですよという記者会見を開いた令和4年1月14日の翌日15日の読売新聞長官には、秋元正人さんの退任が小さな小さなベタ記事で掲載されておりました。すると状況はガラッと変わってくるんです。 つまり、立憲民主党を形式上でも離れていたんではなく、中の人として立憲民主党のお金をどちらかかに配っていたという疑惑が浮上してくるんです。週刊新潮が紹介するスキーム、まあ手口というのは、CLP とかそのものへの資金提供ではなく、なんだかその間に入る人物とか団体が手数料として上前を跳ねているというんです。こうした疑惑が出た以上、 新立憲民主党、ニュータイプ立憲民主党にも説明責任が求められるのではないでしょうか。少なくとも当時の事務方トップ、そしてこの事務方トップと通過と週刊新潮が紹介する福山哲郎前幹事長、枝野幸男前代表、えー、こちらも乗っけておこう、ニュータイプ新立憲民主党の代表で争われる泉健太代表に西村千奈美、えー、現在の幹事長、つまりは5人揃って立民が、の皆さんが、 ガン首並べて記者会見を開く。これを求めるのが、いつもの立憲民主党の皆さんの疑惑が深まったのロジックです。そんな説明責任を果たさないどころか、立憲民主党は DMCA 法と呼ばれるデジタル関係の権利を主張して批判の声を封じようと、つまり言論弾圧をしようとしているんではないかという疑惑も今浮上しております。 有名ツイッターミンの MI2 さんが、立憲民主党西村千奈美幹事長の記者会見でのその一コマを、まあ、切り出した動画と、それを簡潔にまとめたツイート。この動画が、いたたたななぜだ <laughs> となっっててしまっていたんですこの動画が削除された理由を MI2 さんは別のツイートでこんなように説明しておりました。 矢印の立憲民主党の動画に対して立憲民主党から DMCA 法が飛んできた。その言い分が悪意を持って拡散しているツイートを認めるわけにはいきませんと驚きの主張。別に主観を述べているわけでもないのに、どこに悪意があるツイートなのか謎。気に入らないツイートだけ削除しまくってるんじゃないのこれ。<laughs> うんうんうん。白がこう言ってます。ドーラゴン。 あのア夢ムの民主党政権の時、当時の復興大臣が宮城県の知事を訪ね、理不尽な恫喝をしました。そしてそこに居並ぶカメラの法律に向かって、これ書いたしゃ終わりだからな、とマスコミを脅しました。つまり、やっぱり民主党なんだという疑惑が、ちょっとゴーん。新旧の立憲民主党、そして民主党、えい、ー、もうこれも乗っけておこう。 その間にあった民進党の時も同じようなエピソードがあります。森友騒動が始まったばかりの頃、後にこの籠池田場でおなじみとなる籠池ご夫妻の籠池淳子さんの奥さんの方が政治家の関与があったとされる証拠だと言い張っていたメールがマスコミ各社に提示されて、そこにあったお名前は、先の衆院選において小選挙区ではまあ奮闘努力の甲斐もなく、そして比例復活もできなかった。 辻本清美さんのお名前があったんです。ところがこれを民進党の名義でマスコミ各社に、これ書いた者は終わりだからな、的な、みたいなっぽい形で報道するなという圧力をかけたんです。つまり、民主党、民進党、旧立憲民主党、新立憲民主党も、もういずれ丸っと丸めて、共に民主党というものは、自分たちに都合の悪いことは、報道しない自由を迫るということです。それだけではありません。 彼らはデーマ、的な、みたいな、ぽい、ものも積極的に拡散しちゃっているんです。これ、私が言ってんではありません。裁判所が認めたことです。政策工房の原英治さんと立憲民主党の篠原隆さんの裁判です。原英治さんご自身のアゴラへの寄稿を紹介します。 一審では165万円の賠償請求が認められ、篠原議員が控訴したため争っていましたが、控訴審判決では篠原議員側の主張は退りけられ、一審判決を超えて220万円への上積みが認められました。これは主に篠原隆議員のブログによる異母を中傷バリ増根的なみたいなっぽいものですが、一審判決では165万円の賠償請求だったのが、さらに訴えてやると、 西に行ったところなんと220万円と上積みされちゃっていたんです。いわば完全敗北です。これを原英子さんは個人ではなく立憲民主党の組織ぐるみだと指摘しております。本件誹謗中傷は篠原議員が個人的に行っていたわけではありません。立憲民主党、国民民主党が国家戦略特区利権隠蔽疑惑野党合同ヒアリングを結成して組織的に行っていたものです。 さらに、この裁判は、やはり立憲民主党の森友子議員や、毎日新聞にも続いていくそうです。官僚の皆さんを、野党合同ヒアリングで、吊るし上げをしておいて、さらに原英治さんへのデマを拡散し、自らは説明責任を果たさない。なお、すでに触れましたように、森友騒動を大騒ぎをした、辻元清美議員や、 今井正人さんら何人かはすでに国会から消えた消ええたたたたやったとなりましたこうなってくるともはや新旧というかニュータイプ立憲民主党も国会から消えた消ええたたとなるべき団体なんじゃないかなとうっかりと確信に至ってしまいそうにしまいそうになる今日この頃でございますあの悪夢の民主党政権が終わってから 10年の月日が流れますしかし決して風化させてはいけない記憶がありますというわけでみんなで頑張っていきましょう最後までご視聴いただきありがとうございますチャンネル登録もよろしくお願いします今回の番組をお楽しみいただけたのならばいいねをクリックしていただけると嬉しいです言いたいことを今くってるメルマガ版の方にも遊びに来てくださいこちら有料版になっておりますが私の自由な言論表現活動を助けていただいておりますいつも応援ありがとうございますそれではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです 最後にワンコのコーナーでお別れですバイバイ 外交安倍晋三完全消利的というものがてなに「モルゲス」と答えたのでが「モルゲス」よかった紹介した赤が勝ちつ日「羽生君すぐりクイすぐい,ニューすごい日本別にすごくない」だってあなたに会えたからと番組を最後の最後までご覧いただいて皆さん突然ですがじゃんけんタイムミやちゃんじゃんけんじゃんけんチョキ私がチョキなのでグーを出したあなた右手を手指で下げまして「小竜剣」<laughs> おめでとうございます 私と同じ初期を出したあなた、着替えますね。今回はあなたと私でダブルピースそしてパワーを出したあなた、よろしければお手は一緒に。それでは、本当の。バイバイ。